セクション59-01、19世紀の文学。疾風怒踏運動の先頭に立った二人はゲーテとシラ。ゲーテとシラ。疾風怒踏を、ドイツ語でドイツ語で、シュトゥルム・ウント・ドランク。シュ、okay、トゥルム・オント・ドランク。疾風怒踏運動の先駆けとなったゲーテの代表作は、えー、不倫と自殺で悩む若きウェルテルの悩み。Okay、キースト教的倫理観を無視した若きウェルテルの悩み。 ゲーテの代表作は悪魔と契約、ファウスト。契約して、えー、中学生とイチャイチャしたファウスト。東京・途上下に引っかかります。18, 世紀から18、19世紀半ばから作家になった文芸上の傾向は感性を重視するロマン主義オッケー。ロマン主義。感情、歴史、民族文化を尊重した文芸上の傾向はもう一発、ロマン主義。同じくロマン主義。 青い花の作者であるドイツの初期ロマン派詩人は青っながノバーリスっ青っ花がノバーリス革命詩人と呼ばれたドイツ系ユダヤ人のロマン派詩人は,は、ね、ハイネハイネ歌の本の作者は,は、ね、ハイネハイネドイツ論を表しナポレオンに国外追放された人物はスタール夫人,スタ,ール夫人スタール夫人のお父さんはスイス人のネッケルスイスの銀行家ネッケル フランスロマン派最大の作家詩人はビクトール・ユーゴー。ビクトール・ユーゴーレ・ミゼラブル。ビクトル・ユーゴーの代表的作品はレ・ミゼラブル。レ・ミゼラブル。言っちゃいましたね。ああ、無情。<laughs> 人魚姫などが収録された童話集を書いたデンマーク人はで、日本主義のアンデルセン。アンデルセン。古城の美人を表したイギリスのロマン派詩人は古城のスコ,スコット。スコット。スコットランド出身、スコット。 チャイルド・ハロードの巡礼の作者はフィル・ヘルニズムのバイロン。バイロン。ギリシャ独立運動に参戦し、戦病死したエギリスのロマン派詩人はロマンチストなバイロン。オッケー、死に方もロマンティックバイロン。自由と民主主義を称えた,たアメリカのロマン派詩人は草の葉ホイホイ・ホイットマン。オッケー、ホイットマン。ホイットマンの代表的詩集はの葉草の葉。草の葉草の葉 いい、ね、タイの娘を表し、ロシア国民文学を打ち立てた作家はプガチョフ大好きプーシキンオッケー。プーシキン。社会や人間を客観的に描こうとした文芸上の傾向は写実主義、少し進んで、自然主義。オッケー。写実主義、さらに進んだら、自然主義。写実主義をさらに強調し、人間の俗悪な部分を描写したのは自然主義。自然主義、写実主義の先が自然主義。 7月5日で外交官として活躍したフランス写実主義の先駆的作家はスタンダール,ル。スタンダール。スタンダールの代表作は赤と黒。赤と黒。軍服と王さんの服ですね。人間経験を表したフランスの写実主義作家はじいさん大好きバルザック。オッケーバルザック。オバリー夫人を表した写実主義作家は えー、フロデフリンのフロベール。オッケーお風呂で不倫フロベール仮想社会を題材とした作品を多く残したイギ,ギリスの写実主義作家はチャールズ・ディケンズオッケー。ディケンズ。ロンドン舞台に古女を描いたディケンズの作代表作はオリバー・ツイスト。オリバー・ツイスト巨栄の位置を表したイギリスの写実主義作家は栄えないサッカレーサッカレーす。栄えないサッカレー素晴らしい。 警察官、シせる魂などを表したロシアの写実主義作家は写実主義のゴーゴリ。ゴーゴリ。ドリフス事件で軍部を批判したフランスの自然主義作家は断崖するゾラ。ゾラ。パイの労働者の悲惨な姿を描いたゾラの代表作はアルチュー問題居酒屋。居酒屋。女の一生を表した作者は女の一生、モーパッサン。女の一生、モーたくさんモーパッサン。 ノルウェーの自然主義作家はノルウェー・イプセン。イプセン。イプセンの代表作は人形の家。人形の家。私はお人形だったのね。スミとバス、カラーマードフの兄弟などの著者はドストエフスキー,オッケー。ドストエフスキー。スミとバス。カラキョウ。の悲惨さを描いたロシアシャ主義作家はトゥルゲーネフ。トゥルゲーネフ。 ニヒリズムの概念を登場させたトゥルゲーネフの作品はニヒリズムは父と子,父と子アレクサンドル2世にノード界を奇跡させた作品は幼人日記用人日記戦争と平和アンナカレーニアの著者はトルストイトトルストイナプロン戦争を描いたトルストイの代表作は戦争と平和戦争と平和特権階級のモラルを批判したトルストイの作品はアンナカレーニア アンナの不倫は許さないから鉄道自殺。ボツラグ貴族の庭園売却を描いた桜の園の著者は桜のチェリーのチェーホフオッケー。桜の園はチェーホフ。善悪の倫理的価値を無視し、美,と美を最高の歌手として追求する傾向は世紀末の短美主義。オッケー、短美主義。アーランド生まれの短美主義詩人作家はオスカー・ワイルド。ワイルド。ワイルドの代表作はサロメ。 アロメ、生首にディープキッス。ワイルドですね。悪の花を荒らしたフランスの短美主義詩人は悪の花のボードレール。悪の花の花ボーードレール新鮮なリズムと象徴的な表現を重視する1880年代に起こった傾向は象徴主義。象徴主義。天才詩人と絶賛された象徴主義のフランス人は乱暴,乱暴。以上です。